国土開発幹線自動車道建設会議とは国会議員や有識者から構成され国土開発幹線自動車道建設法に基づき全国で計画されている国土開発幹線自動車道などの建設整備を審議する2003年12月25日に設置された国土交通大臣の諮問機関である国間会議と略される前身の国土開発幹線自動車道 建設審議会と合わせると、国間審32回、国間会議4回の計36回の審議で、延べ9 4 2 8トルの整備計画を決定した。国土交通省は2010年1月12日に、党会議を廃止する、法案を1月18日に招集される第174通常国会に提出すると発表した。以前より、 前原政治国土交通大臣が記者会見で急に召集されて議論は数分と批判し廃止を表明していた。法案では党会議の根拠となっている国土開発幹線自動車道建設法を廃止し、また高速自動車国道法が改正される。道路行政の象徴とされており民主党の政策集にも 党会議の廃止が掲げられており、2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で308議席を獲得し、第1党に躍進、政権交代を果たしたことから党会議の廃止の可能性が高くなっていた。2009年9月29日の記者会見で、前原大臣は必要がどうかは厳格な基準を設けて慎重に見直す。 中心になるのは、費用対効果だと思う。と述べていたが、廃止後は、社会資本整備審議会での議論を義務付け、高速道路の新規着工が審議されることになった。廃止により、第4回開催時の決定事項は見直されない予定であったが、民主党の2009年度補正予算の見直しにより、第4回に決定された高速道路6区間の4、車線化事業が凍結された。 しかし、3ヶ月後の2009年12月22日に、前原国土交通大臣は、記者会見で、執行施行方法や、施行主体を見直すとは言ったが、4車線化を否定しているわけではない。国間会議の決定は尊重したいと述べ、2010年度の予算案に一部の着工を盛り込むことを表明し、4車線化事業の凍結を解除することが明らかになった。 予算が限られているために優先順位を決め、高い区間より順次着工される。衆議院議員参議院議員有識者、進捗活方式に切り替わる区間の基本計画及び、整備計画の整備主体の変更コスト削減を、行った区間の整備計画の工事に要する費用の、概算額等の変更インターチェンジ等が追加される。 区間の基本計画及び整備計画の変更会社の自主性を尊重した会社整備区間の確定進捗活方式の対象区間の確定さらなるコスト削減の具体化、東京外閣、環状道路の基本計画の策定、当市町村合併等による路線指定整令の改正等新たな整備計画の策定暫定に車線区間の4車線化等に伴う、 整備計画の変更市町村合併に伴う整備計画の変更国土開発幹線自動車道建設審議会とは1957年に第1回が開催された以降2001年の第32回まで国土開発幹線自動車道建設法に基づき全国で計画されている国土開発幹線自動車道などの建設整備を審議していた 国土交通大臣の諮問機関である、国関心と略される、第32回開催時以降は、党会議に引き継がれる形となり、事実上の国関会議の前身である。ありがとうございます。